光合成生物の進化。現在の基礎生産の大部分は光合成生物が担っています。種として海洋域においては藻類、陸域においては陸上植物です。これらは皆真核生物に分類され、酸素発生型の光合成を行っています。よく知られているように光合成を担っているのは細胞内の葉緑体です。実は葉緑体の起源は真核細胞に共生した酸素発生型の光合成細菌、すなわちシアノバクテリアであると考えられています。シアノバクテリアは名前の通りバクテリア、細菌に分類されますが、酸素発生型光合成を行います。酸素発生型光合成を行う細菌はシアノバクテリアだけで、シアノバクテリアは酸素発生型光合成を行った最初の生物だと考えられています。酸素発生型光合成は高化学系1と高化学系2という色素分子と電子伝達系が統合した複雑なタンパク質からなる複合体が連動することによって、初めて水を分解して酸素が作られます。ところがこれらの2種類の光化学系はもともと独立して成立したものだと考えられています。というのは、現在知られている酸素非活性型光合成を行う光合成細菌はどちらか一方の光化学系、もしくは類似の光化学系しか持たないからです。シアノバクテリアはこれら2種類の光化学系を遺伝子の水平伝播と呼ばれる仕組み、すなわち異なる生物主観で遺伝子のやり取りをした結果、初めて獲得した生物だと考えられています。それではシアノバクテリアはいつ出現したのでしょうか。オーストラリアのビルバラ地域には約35億年前のシアノバクテリアの微化石が産出することが知られていました。ところが後の研究によって、シアノバクテリアの微化石が発見された場所は海底の熱水作用によって形成された石英脈、近くの割れ目に熱水が流れて石英を沈殿させたものであったことが判明し、その微化石は海洋表層に生息する光合成生物ではありえないということになりました。一方、シアノバクテリアはストロマトライトを作ります。前述のように最古のストロマトライトは約37億年前まで遡ります。以前はストロマトライトがあればシアノバクテリアが存在していた証拠と考えられていました。しかしシアノバクテリア以外の微生物がストロマトライトを作った可能性は排除できません。現在ではストロマトライトがあるからといってシアノバクテリアがいた証拠にはならないのです。そのようなわけで、現在ではシアノバクテリアが出現した明確な時期は分かっていません。ただ次で述べる酸素濃度の上昇がシアノバクテリアの酸素発生型光合成活動の結果であると考えると、太古代にはすでに出現していた可能性が高いと考えられます。シアノバクテリアは大気中の酸素濃度の上昇を通じて地球環境を劇的に変えた生物です。シアノバクテリアによって現在の不酸素大気が形成されました。
我々人類をはじめとして酸素呼吸を行う複雑な生物の繁栄は副酸素大気のおかげです。その意味においてシアノバクテリアの出現は地球史および生物史の両方において極めて重要な出来事だったということができるでしょう。補足。生命の誕生後、真っ先に進化した生物は、細胞の作りがシンプルな単細胞の原核生物だった。30億年前、生物の進化の中で、二酸化炭素を利用して酸素を放出する光合成能力を持つシアノバクテリアという原核生物が生まれた。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。